顔ハメいいな。めちゃくちゃ申し訳ないのが、うん、うんうん、筋トレと風呂入ったらすごい今もう眠くなってきたっていう。おい、やばい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 。寝落ちするか、寝落ちするか。おい、そのかね、はめるパネル俺に譲ってくれよ、そしたら。入れ替わった、入れ替わった。入れ替わった、入れ替わった。今日ハードだったもんな。確かにね、ハードでしたね。今日ね。その後筋トレしたのマジ偉いわ。じゃあやるか、みんな。ラーメン食ってください。ラーメン食って眠くなってる人もいる。よし、じゃあ皆様、今日は、こちら。ドズルシャランド2023ということで、かなりいろんなところフルリニューアルしておりますので、あ、ちょ、ちょ、猫舌取らないでください。はい、今だけ。今だけ。はいはい。今日ちょっとみんなで軽く回って、その後ちょっと建築をしようかなという生放送でございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ行きますか。あれなんかこっちも行けるのか。いよいよだな。いよいよ初めてなんだよな、これ。これなんだこれ。超楽しみ。何それ。上行けるこれ。あ、上行けるんだ。上に行けるわ。サバイバーしよう。すごい。これ降りて。サングラスつけろ、サングラス。え？なんか外してんだよな、確かに。あ、じゃね。やべえな。顔はめだってグラスに見えちゃう。あ、顔はめ用ね。顔はめか。意外とぴったし合うんですよ。出ちゃってる。出ちゃってるよ。あーやばい、オラクやばい。オラクやばいわ、やばいわ。違和感ない、オラクでも。むしろぴったし合ってるかもしれない。あ、いいね。あ、いいね。あ、いいね。あ、いい感じ。傾いてるのがいいな、逆に。いい感じ、味がある。うん。ちょっと前出て。やばすぎる。やばすぎる。やばい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 。何かぶるんですか？羊毛です。羊毛かぶらない。何でもかぶれるから。なんで羊毛かぶれんの？え、ビールがある。え、すげえ、見てこれ。何味？キャラメルだ。これ何すか？これ、いいごくない？これ。チーズ。おお、100万人記念ドリンク。すげえ。え、これすげえよ、これすげえよ。パリピッパーあるわ。すごっ。細かっ。え、めっちゃ花火がピリピリ。すげえ。おい、すげえ。すげえ。これめっちゃいいな。動いてますね、ちゃんとね。動いてるし。すっごい。こうやって頭につけることもできる。え、どこ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 。なんか、アホっぽい。パーティーカーある、パーティーカーある。これか、これか。似合うな。パーティーカーあるな、ほんとだ。浮かれてんな、かなり。いいね、いいね。やべえな、これ。突き刺さった、かなり浮かれてますこれ。めちゃくちゃいい感じ。ながらいい感じ、いい感じ。一応もこれいいわ。で、今回あのドズルシャランドいろいろにリニューアルしたんですが、やっぱエントランス入ってきて一番のメインはこちらでございます。はい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 、おーこれね、これ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 、もうこれ、こちら猫おじ建築場所でございます。おエントランス入ったらすぐ、まず目に入る。今日ちょっと夜勤するわ、これちょっと夜。いや、頼むよ、猫おじ。頼むよ、頼むよ。ドズルシャランドの成功は猫おじにかかってる。おかしい、采配おかしい、この土地の振り分け。やばいって、本当に。めっちゃいいとこだ。いいとこ。一等地、ちょっと建築練習しよう。一等地ちょっとお願いします。さすがにやばいわ、これ。わかりました。いやいやいや、ちょっとみんなで回るか。え、そのままじゃあオンリーゾーン行きますか、オンリーゾーン。あ、何この人。すげえ。かわいい。あ、叩けない。このエンドラックかわいいからな。なんかいい感じの BGM ですね、ここ。うん。ハロウィンっぽい。ハロウィンっぽいな、確かに。お、なんか。で、ここに行くと、魔法みたいな。オンリーショップがあるんだよね。オンリーショップ。あ、それぞれのね、メンバーのショップがあるんですよ、今回。あ、すごい。そうそうそう。封鎖中。封鎖中、今。封鎖中、まだできない。あ、すげえ。ポッピーとか。だからどんどん。あ、じゃあ、こう、オムライス。あ、オムライスあるじゃん。オムライスあるじゃん。オムライスある。ピッツァはないの？ピッツァは？ピッツァ。ピッツァ、バナナ、バナナ、バナナ、ピッツァないか。あ、これ無限列車だ。無限列車見て。ああ、なんか、何の動画だっけ、これ。これは、風波屋さんとコラボした時に。コラボしたやつだ。これ気をつけないとロボットになるんで。はい。マフィア吹っ飛ばす。こいつ、そう、ロボットになりますから。え、乗れるの？うわ、懐かしい。乗れる乗れる。あ、結構動画に出てきた
オブジェというかいろんな制作物がね、ね、入ってますね。入ってますね。すごい。めっちゃいいですね。なんだこれ、めっちゃ可愛いやつある。キーホルダーだ。え、ボイスキーホルダーだって。ボイスキーホルダー。撮ったわ、ね、今日。撮りましたよ、今日撮ったわ。撮ってましたよ。このために景品どっかに飾る。これだ、これだ。メモ、メモじゃん、これ。スタッフさんのメモが。スタッフさんのメモ。今、絶賛制作途中。まだ途中にあんだ。今作ってるところ。今、作ってる、作ってる。かわいい。じゃあ、このキーホルダー喋ってくれるんだ。すごいな。そうですね。めっちゃいいな、これ。アスレチックいけんのか。え、なんか去年っすじゃないわ、去年やったっけ、あのドズさんのサウナコースめちゃめちゃぶつかってみんなでやばかった、あれやばかった、あれ温まってた、完全にあれ、うんでいけたわ、あれ麺コースが一番、麺コースないですよ、麺が一番簡単なの、お麺が一番簡単なの今回、あ、誰でもできますね、的な、いや信じてないぞ、おすげえ、え、めっちゃいいじゃん、すげえ、お最高じゃん、え、すげえ、なんだこれ、めちゃくちゃすごいな、去年の麺の建築だ、あ、これそっか、去年のメンワールドです、めちゃくちゃいい、あ、なんかメコース始まった、始まった、始まった、ポイント、すごい、わあ、建築も見れるから最高だ、イライラボタン、イライラボタン、何これイライラボタン、わイライラボタンはクリアできないときに押すボタンです、あ、音鳴る、されてんのか、音鳴るだけかい、カンコンカンケンカン、いや、矢印助かる、あ、すげえ、メンの音楽が流れる、あ、はい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 、ポイント、あ、でこうか、あ、G はゴールか、だから今いる場所がわかるんだ。はいはいはい。ああ、ああ、本当だ。あ、懐かしい。そういうことか。ええ。あ、コケごっこあるよ。コケごっこ。すんな。あ、ミスった。ここフォトジェ、フォトスポットなんで。本当だ。はいはい。ゴールポイントまでの距離がわかる。こちらから。あ、でもいい難易度ですね。うん、いい難易度。でもこれはもう皆さんもぜひ挑戦してください。確かに。ちょっと難しいかも。腰についた。あ、すごい。あ。すげえ腰につくんだこれ。腰につけれるこれ。ああ本当だ本当だ。キーホルダー。あゆらゆらしてる。ゆらゆらしてる。えゆらゆらどうやってんのこれ。多分自分が頭が動いてるからかな。ああそっかこういうね。ああそういうことだ。すごい。ゆらゆら見えるようにしてるんだ。ああ本当だ。ボンさんとかなんかすごいホワイトハウス感が。確かになんか。本当だ。え何これ。えナスベガスって書いてある。あ何これ。ナスベガス。ナスベガス。ウェルカムナスベガス。ナスベガス。いやようこそじゃないよ。ようこそナスベガス。なんすかナスベガスって。面白い。甘い。ボンさんの。甘いビジュア。甘いななんか。あ見て見てぴったり選手権かわいい。あれだ。出た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 。ああこれかぴったりね。これはフォトスポットになりますね。これフォトスポットいいな。あぴったりぴったり。あこれめっちゃいいわ。ああそういうことか。自分ここに頭が。そう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 。おおすげえなこれ。すげえ。いいね。広いね。あこれ無人島サバイバル行きだってヘリコプター乗っていくんだ面白い。うわすごい。懐かしいな。これ夏。カラピさんでやった時、カラピチのあれか、みんなと。俺捕まったとこだ。ああ、確かに。違うから来て、あ、ボンさんだぞ。ボンさんだぞ。そう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 。捕まって、そう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 。運よくね、噴火の石が。1時間ぐらい話してましたから。じゃあ続きまして、こちら。麺かな？麺ゾーンか。あ、すげえ。桜が。和風と違う。和風建築。これは。和風建築を求められてるな。いや、洋風作ってもいいよ、全然。ここに全然いい。あ、すげえ。あ、すごい。あれこれ、石像が。石像だ。考えられてるんだな、面白い。えぐいのいるわ。え、何何それ ?TNT 麺人形。これ、すごいな。いや、何これすごい。TNT 麺人形。色から見たら誰かわかんない。ブランディングが。新しいキャラクターや。TNT ブランディングやばい。確かに後ろから見たらやべえな。なんか誰でもできますね。おお、やばいやばいやばい。え、誰で、あ、今回ですね。新アトラクション、誰でもできますね。かっこ誰でもできません。追加されましたので、みんなで行きましょう。誰でもできません。誰でもできますね。どういうこと？真ん中のゲートにお越しください、じゃあ。じゃあいいじゃん。あ、ルーム15分以内にクリアしろってことです。ルーム。あ、始まった。あ、一人ルーム入ったら次入れないっすね。ああ、別々なの。それぞれね。じゃあやってみましょうか。何何何何。ユージーシを入手できたら、あ、簡単じゃん。砂利を壊して。専用のしゃべりだけど出る前何度でも挑戦できる。わあ、アスレチックある。全然で、全然で。これあれか、しゃべり探さなきゃダメなのか。
いや、シャベルもう手元にあるもらったよ、もらったよ。ああ、ほんと出てないと思ったら、出てた、後ろに。そう、出てることある。あ、出てる。ローダメか、これか。ゴーレムか。5秒後に次のステージ。ああ、そういうことか。ああ、なるほど。ノーダメゴーレム。なるほど。アスレチック。アスレチック。おお、なるほど。いや、面白い。いろいろできる。ああ、いや、いろいろできる。ノーダメゴーレム倒すの面白いんだから。いや、むずい。そうそう。むずすぎる。ちょっとしたミニゲームが連続で。そう、テンポいいね。ああ、なるほど。むずい。アイアンゴーレムどうやって倒すの？ゴーレムむずすぎん？おもろ。マジでおもろい。おもろい。めっちゃおもろいな。あ、オラクンゾンだ。うわぁ。リニューアルしたっていうか、どういうのだろう。パレマジでリニューアルです。え、パレードここからっぽいですね。あ、ここから出てくんの？あ、ここから出てくんの？ねえ、見たいですね。ちょっと覗き。いや、でも今見ちゃったらあれだから。本番のお楽しみじゃないか。お楽しみ？オッケー。うん。来てくれ。痛いな。見て、ボンさん、下、ほら。なんかある。タイヤが見える、タイヤが。タイヤ見えてる。え、嘘。ほらほら、タイヤ見えてる、なんか。雪だるまくん。なんか、王子感強いな。このピンポイントだ。王子だ。オラフ王子。これ何？ボタン押したら、スノードームに雪が降るよ。え？押してみて。何それ？こっち。うわぁ！めっちゃ綺麗じゃないですか。フォトスポットみたいな。へぇー。あ、スノードームの中で撮影できるんだ。あ、ね、撮れるんだ。わ、いいね。あ、中でも同じボタンがある。ああ、本当だ。え、こっち見て、雪の観覧車がある。観覧車だ。あ、本当だ。枕だ。枕内にある。あ、すげえ、パンケーキある。いいな。お、ほんとだ。マフラーあるわ。いいな。おお。おお。ふりかけポーチ。ふりかけ？いや、首掛け。あ、首掛けポーチ？すげえ。めっちゃいいじゃん。浮かれてんなぁ。ついた？いや、かなり似合ってます。ついた？じゃ、メモ、これいいな。いいな、これ。え、じゃ、みんなでそれつけましょうよ、みんなで。いきますか。欲しい。じゃ、コピってください。コピってください。ありがとうございます。いやー、浮かれてるなー。それやべえよ。浮かれてません。真面目です。やべえよ、やべえよ、やばいなー。やばいな、みんなやべえな、これ。これやべえな。やべえ、目。目、おかしい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 。あ、目、そんなに高いんだ、目が。猫字なんかお時間強い。お時間強い猫字。ダンディーになりましたね。ダンディーですね。ひげに見える。ひげに見える、口が。え、じゃあ、スノードームで写真撮りましょう、せっかく。あれ？お、なんかゴリラゾーン、ドズルゾーン、ドズルゾーン。なんかすげえ、ジャングル感強い BGM。いや、ゴリラゾーンだな、マジで。これみんな目玉の見てください、これ。何ですか、これ。あれだ。ビッグボスに乗って移動できます、これは。あの、メリーゴーランドならぬ、メリーゴリラン、メリーゴリランド。メリーゴリランド。ああ、回るんだ、これが。これ回ります。このゴリラ入れると動くやつや、これ。100円入れると動くやつ。あったね。デパートの屋上ね。場所あったね。本番は実際、あの、乗って動けるので、はい。楽しみ。数増えてそうやな、ゴリラ。ゴリラ、多分1個じゃないだろうね。え、普通にレギンスだ、これ。普通にレギンスなんだ。レギンス？あ、ほんとだ。すげえ。あ、赤パン開ける。あ、レギンスの方がでも履いてる感あっていい。ああ、うん、いいっすね、これ。すごいいいわ。ラフなんか似合うね。なんかね。確かに。なんか似合う。え、なんで恥ずかしそうなの？いや、恥ずかしくない。ちょっとね、コメントをね、ちょっと今、戸惑ってましたよ。コメントちょっと。変わんねえ。綺麗悪かった。変わんねえ、これ。厚みますね。重ね着。履けるのか。よし。ん？何キャンプある？すげえ割れてた。すげえ。何これ？なんかキャンプというより。ツリーハウスでは捕まえられる。待って。あ！小人？なんか猫さん動いてる。なんかいる。なんかいる。そう。小人捕まえ。ああ！小人。おじいちゃん。捕まえろ。捕まえた。何？潰れた？いや、みんな捕まえて。クリックして捕まえて。緑色の。待って。ツリーハウスでは捕まえられる小人の種類を確認できるよ。小人捕まえる。何種類みたいや。小人捕まえる。おじさんを捕まえるのかな？おじさんを捕まえて遊ぼうっていう。
小人図鑑だ。大丈夫それ。説明書19、あ、18、そんないんの？やばいやばい。18キャラいる、18キャラ、18キャラ。あ、猫おじいちゃんゲットした、猫おじいちゃん。猫おじいちゃんゲットしましたね、今ね。この前昆虫だったのに、小人図鑑。世界観がおもろいな。小人になった。なんかちっちゃい何かがいるってこと？いや、あっち見て、あっち見て、おらくあれ、あれ捕まえてるからなんかいる、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 え、どうさん、あれ、ま、なんすか？あ、ドズレさんだ！ドズカッパがいる。あ、ドズカッパいる。めちゃくちゃいる、その辺に。え、目もなんか追いかけてない。目がいる、目だ、目だ、目だ。あ、おらくいる、おらくいる。あ、待って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 。あ、おじいちゃんいるよ、ここ、おじいちゃん。あ、ドズカッパ。あ、おじいちゃん、あ、僕もいる。すごい。あ、パンダ、パンダいる、パンダ。めっちゃある。あ、ヤンキーメンだ、ヤンキーメン。待って あ、猫おじいちゃん全然レアじゃねえんだな。レアじゃない？え、ちょっとエリアードとかあんの？割といろんなとこで見かけるって書いてある。体操服オーラフだ。ほんだ。ほんとだ。超レアなのがいるんだ。でも激レアキャラまで書いてあるわ。え、激レアキャラ？え、はいはい、探偵オンリーね。猫おじお嬢様とか激レアキャラにつけてたわ。猫おじお嬢様。猫おじお嬢様。激レアって書いてあった。激レアって書いてあった。え、あるんだ。魔王オンリーいましたよ、魔王オンリー。魔王オンリー。あ、ほんとだ。どんどんお嬢様系は激レアっぽいっすね。激レアなんだ。なるほどね。ドズお嬢様も激レアだ。太田さんの最後お城のところを皆さんお越しください。はい。はい。お城のね前に僕のところの前にここになんかイベント会場があります、ね。ステージが。はい。あ、これか。ここでラジオ、ドズマンラジオとか。ちょっと高いな。この前ねやっぱ見えないっていう人がいたから。イベントスペース感がすごいな。なるほどね。みんなが見えるように。ラジオブースじゃないだろこの規模。成長しました僕たちも。はい。本さんここでできるようになりました僕たちは。ああ、こんなステージでね。次武道館じゃん本当に。城の真ん中とかになってるかも。こちらお城のところが今回は皆さんから書いていただいたこちらファンアート会場につながる。なるほど。はいはいはい。今準備中ですがファンアートも飾らせていただきます。あ、金盾ある。金盾もね。金盾ゲットできるぞ。金盾売ってんの。お、売るな売るな売るな。イラスト飾り。レプリカ書いてある。この辺にイラスト飾りたい。飾りたい。飾りたい。いいな。すごい。あ、金盾登る。え、金盾装備してみてみんな。スタッフ目もおもろいな。装備めっちゃいいやん。え、装備とかできるの？これめっちゃ増える。これ多いでしょ、絶対。あ、これめっちゃいいわ。あ、もう一緒にか。あ、そんとゲット。あ、これめっちゃいいな。あ、いいね。いやー、調子乗った軍団だな、これ。いや、だからそうね。調子乗ってんな、これ。調子乗ってんな、これ。乗ってるな。よし、じゃあ皆さん、ここからじゃあ、ちょっとそれぞれのところに建築をしましょう、今日は。そうなんだ。やばいやばいやばい。そっか、俺画面共有あれしてた。ごめん、タイタイ。いや、タイタイがエーペックタイタイがエーペックスプレイし始めたのが右下に出ちゃった。あれエーペックスしてんだ。タイタイエーペックス。ごめん、タイタイ。あらしろよ。そっちか。そっち行っちゃった。そこに今日ごめん。あの白よやべえな。バローね、相当熱量高いよね。でもずっとバローのこと言ってるもんな。バロー、はい、バローか、なんだっけ、あのセブンで買える食べ物、つなぎもね、ニンニクゴロッとつなぎも入りです、ことさ、トレーニー向きの食材だって言ってたよね。いや、あれ、うん、あの高タンパク低脂質なんですよ。いや、でも本当にそうだったよね。今日来たからもういいから。ずっと言ってる。ずっと言ってるね。ずっと言ってたね。あと2000回言います。今日マジびっくりしたのが、あの動画と動画の撮影の間10分間休憩あるんだけど、僕がトイレ行く前めっちゃ熱弁してて、帰ってきて10分後もまだ熱弁してた。確かに。もう、いや、何かを語ってる。はい、もう言わせてください。はい。ああ、どうぞどうぞ。何はい。聞く。制限してると
食えるもんがまず少ないと。まあ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 、あ今 ね、 ね、食事のね、はい、そうだね、食事、うん、うん、それはそうだね、食えるものつけると、うん、もう嬉しくて嬉しくてしょうがないんですよシェアしたくなっちゃう、ね、あ、はい、共有してくれたんだ、うん、ドドルさん、ラーメンは最近ハマってないんですか？いやー、ラーメンハマってんのよ。あ、ハマってるんすか？一昨日もボンさんとラーメン行って、おお、はい、何食べたんすか？いや、もう特製ラーメンに替え玉にチャーハンに餃子食っちゃった、はい、めっちゃ食ったいや、僕がそれ食ってる間隣でボンさん替え玉3回してためっちゃ食ってるめっちゃ食ってる頼もしいな 中学生みたいな、うん、食い方して高校生みたいな高校生みたいな食い方してた、うん、部活動やってるな、それは。この BGM で眠くなるな。あ、そうか、人によって BGM 違う。人によるな。そっか、そっか。確かに。僕の BGM は。もオープニングで眠いって言ってたけど。確かに。そうやそうだ。BGM 選手しようとした。BGM の選手しようとしてんだよ。俺、なんすか、なんすか、なんすか。いや、なんすか、なんすか、こっちなんだよ。あなただ、あなただ。なんすかじゃない、あなたです。待って、誰だ、そいつ。オラックンよこれ。オラック、待って、怖すぎる。子供泣くぞこれ。オラックン、誰だ、僕何作ってんの。これ闇落ちしたボスロードのオラックみたいな。あ、ここは目か。あ、びっくりした、こっちが目ね。あ、違う違う、下が目だったらやばい。下が目と口が感情死んだろ。違う違う、いや、まあまあまあ、途中はこんなもんや。途中だから、まだまだ途中はこんなこんな感じです。みんなみんなこんな感じ。それはそうよ、それはそうよ。金立てまーん、金立てまーん、でで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 でパクるな、パクるな。金立てまーん、金立てまーん、来た。何でしょう、金立てマン、はい、この塔を、はい、こちら側にもう一つ作られないでしょうか。金立てチェック、金立てチェック、金立てチェック、ビビ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 、金立て要素ねえな、これ、はい、なんとできます。あ、さすが金立てマン。任せてください、金立てマン、お願いします。はー、金立てペースト、ほら、おお、どうですか、金立てペースト、完璧です、金立てマン、金立てペースト、金立て大成功、ありがとうございます。すげえ、さすが金立てマンや。すごいな、ありがとう金立てマン、シュワッチ、僕たちの金立てマン、いろいろ混じってんだよな、シュワッチ、いろいろ、シュワッチ、金立てマン、ありがとう。こうして金立てマンの冒険は終わった。終わったんかい。終わってもった。釣りか。でけえな。くそ。いいね。いいね。いいな。いいね。テーマパーク感すごい。いいね。テーマパーク最高だな。いや、みんないいな。パーク感すごいな。いやー、ちょっとね、サウナもう一工夫してえなと思いつつ。なかなか難しいな。今回はこのネイチャー感、インパクトのあるマグマというところと、ここからダイブできるよと、滝直通のこの絵面いいでしょう。つい音楽が止まって、音楽止まってるよね。他のところは12時過ぎたからだ。閉園したからだ。永遠して音楽止まったわ。まだみんないいのかな。俺とメンだけだな。永遠して。12時過ぎもいていいのかな。うん。写真的にこうしちゃった方がいいな。どう？どう？どう？カップル、あ、渡辺今カップルシュートだよ。そうだよ。できたんじゃない、城。ねえ。どう？
裏からも見えますよと。下から歩いても飛べないからな、普通みんなはな。まあまあ見えないけど、まあ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 許してよと。裏から見て、裏はこうなってると、まあ正面から見えるからな。正面から見えるからな。正面から見えるから許してよと。おしゃれポイントは、この、ただ線をこう引いただけで綺麗になるっていう。あの、シンプル手抜きかっこよです、うん。カップルシートにしときました。はい。むなしくカップルシートにしときました。むなしいカップルシートに一応しておきました。すげえな。こんなんできんだな。本当にすげえな。本当にすげえな。こんなんできんだな。いやいや、何がすげえって。あれ、この下の温泉ってもともとあったっけこれ。なんだこれは。ちょっと、これは、本当に、あの下の温泉、あ、パンダがどうのこうのとか言ってたんだ。なんか最後。そういう。そう、アトゥさんの、このジャングル野生的なサウナもいいね。あ、デブチョドズル置いてある。デブチョドズル、太っちょか、太っちょドズルが置いてある。なんと。猫おじは、ここから何ができるでしょうと。いう感じで、めっちゃ途中。オリちゃんできたっすよな。オリちゃんすげえな。さすがの、さす音だな。さす音。よし。いや、めっちゃ楽しみ。なんならもう、これのスタッフさん、スタッフ IP だから、回れるから、誰でもできますね。ずっとやってるかもしれん。だんだん、マジネタつきてくんな。建築のネタがどんどん減ってつきてく。やべえ。ちょっとこれももうちょっと完成させときます。なんかパルさんさっきあれよね。座れるかもって言ったよね。まぁ、ちょっとワンチャンもうちょっとここら辺、もうちょい竹生やして、まあ、パンダちょっとどっかに召喚して、まあ、ちょっとなんか、もうちょっとこの下のところをいい感じにしておきます。で、みんながこう、座れるスペースにここはしようかなと思ってるんで、はい。とりあえずやりたいことはできたかなって感じなんで、なんだろう。まあ、あるとしたら、ちょっとあの、プレオープンに間に合うか、プレオープンの後かな？どうしようかな？ちょっと、この、どうにか、内側に入ってここで、写真撮れたりだとか、まあ、外眺められるスポットでも、作ろうと思います。浮かれとんな。まあ、本番は、多分中に迷路が、出来上がりますんで、それでは、大原面チャンネルもここらで、配信を終わろうと思います。ということで、お疲れ様でした。また。ドスボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。